ミュウツーチャンネルのミュウツーです。ちょっとユニクロで可愛いの買ってきちゃった。あは。まあ、相も変わらずナイト君の話題なんですけど、今、僕が、まあ、この動画撮ってるのが5月10日、2023年5月10日の5時24分、17時24分となりますが、なんか、アホが配信中でございますけど、なんか、全部のチャンネルアカウントがバンになって、なんか72万、没収なったっていう話をされてるみたいですね。うん。まあそれがリスナーさんの方に返ってくるのかどうか知らないんですけど、どうなんでしょうね。わかりませんけど。てかその時点で新しいアカウントチャンネル作っても収益化無理なんじゃないんですかって思うんですけどね。まあ、とりあえず話は、まあ本題に戻しますけど、当然最近言ってる通り、まあ彼はね、まあ著作権侵害から始まりいろいろあったんですけど、まあ、チャンネルがね関連版で、5つ一気に消えたということで、まあ、関連版って言い方してちょっと分かりづらいですけど、まあ、IP アドレスがもう完全版ですね。本人版の一歩手前って感じですね。まあ、相当ひどい、まあ、他にもいろんな YouTuber がねチャンネル作り直して版を回避とかしてるんですけど、うん、まあ本来それダメなんですけど、まあ、許されてるみたいで、だからナイトが相当悪質で見なされたということなんですけど、相当重い対応処置だと思うんですけど、まあ今もね、まあ、VPN、まあ、簡単に言うと海外サーバー通して、まあ、IP アドレスをごまかして、不正に、まあ、YouTube チャンネルにログインして、作成して、ログインして配信してるという状況で、まあ、Google AdSense、まあ、収益化のサイトあるんですけど、そっちもね、VPN 通さんかったらバレると思うんで、そもそも現実的に難しいんじゃないかと。で、本人の、まあ、口座とか、まあ、住所も使えないと思うんで、まあ、まあ誰かリスナーさんのね口座とか名義住所を使うんじゃないかなっていう状況だと思うんですけど、まあ他にもねこれ書かれてるところあるんですけど、ここちょっとね分かりやすく書いてあって、さらにちょっとね読んでいきたいなと思うんですよ。今回紹介するのはこのページのこの文言なんですけど、文章なんですけど、まあ他の YouTube チャンネルの使用または作成して停止状態を回避する行為、他社にチャンネルを利用させて、停止を回避する行為は禁止されています。これ簡単に言うと VPN で IP 隠し、IP アドレス隠したとしてもダメですよってことですよね、簡単に言うと。うん。まあ、バレにくいかもしれないけど、まあ、時間の問題ですよね。で、こっからですね、これは既存のすべてのチャンネル、新しく作成または取得するすべてのチャンネル、クリエイターが繰り返しまたは目立つ方法で紹介されるすべてのチャンネルに適用されます。これ本人版みたいな書かれ方してますよね。これだけ見たら。うん。要はナイトがメインで映ってる動画とかチャンネルもアウトってことですよね。で、他の人が作ったチャンネルでも、うん、まあ、他人の名義だとしてもダメってことですよね。まあまあまあ、もうまあ、そりゃそうなんだろうけど、まあ、VPN、海外サーバーね、使って不正にアクセスしてるんで、まあ、いろいろダメだと思うんですけど、では、この前も通報したんですけど、いろんなやり方で、もうちょいちょっと文章を絞って、うん、通報し直そうかな、再通報しようかなと思ってます。彼の不正なチャンネルをね。はい。なんだろ、よくわからん ID になってですね。うん。で、今回、ツイッターのアカウント、うん、ナイトのね、ツイッターのアカウントの URL もね、貼ろうと思ってます。はい。それで、かなり文章短くまとめたんで、これなら文字数制限突破できるんじゃないかなと思うんで、ちょっと通報してみたいと思います。では、やっていきたいと思いますね。まあ、これはもう、嫌がらせネットいじめで言いみたいです。なんか、うん。前なんか問い合わせしたんですけど、まあ、どれでもいいや、みたいな感じで来たんで、その場合は、今回みたいな場合は。はい。これでいきます。で、てかこれも全部ですよね。全部チェック入れて、うん。このアーカイブ全部チェック入れてね。はい。で、ここですね。ここの補足情報。入りきるかな？この300文字以内に入れないといけないんですよね。入るかなこれ。ちょっと試してみますね。ほい。途中で切れるな。ツイッターアカウントまでいかないな。これ、もうちょい縮めて。そうっすね。ここ消して。こちらのユーザーは5つチャンネル、あ、間違えた。
5つチャンネルと。コスカ、5つチャンネル利用停止になっていますと。うん。これでもきついかな。字が消して。ちょっと待ってくださいね。あ、でも全然入りきらないな。ちょっと待って、全然入りきてないかも。ここの裏でいらないな。今動画選んだしね。今のアーカイブの裏でなんですけど、いらないですね。だからこうして、ここの無駄な改行いらないな。ここの無駄な会議も消そう。で、どうしようかな。VPN。なっています。ちょっと待ってね。俺のメモ帳がちょっとおかしくなってたな。そういうことか。こうか。こちらに、これで入りきらんかな、これでギリ入りきらんかなと思うんですけど、ほい、あー入りきらんか、入りきらんか、ここ停止されたメインチャンネルにしようか、メイン、うん、ちょっと停止されたメインチャンネル、あら、停止されたメインチャンネル、で、本当に最初のファーストチャンネルだけの裏に貼りますわ。ツイッターの ID 貼りたいから。これでいけるっしょ。OK。入らん。マジかよ。マジか。ツイッターにするか。うん300文字きつくない？足りねえよ、300文字じゃ。入ったね。オッケー、入ったね。入った。ちょうど300文字じゃない、しかも。ちょうど300だわ。え、合ってるよね。チーム、最後 ED だから。あ、これでいいな、オッケー。ちょっとこれ俺個人的にこれもコピペしとこう。よし。これで300文字で収まったな。うん。てなわけで、これちょっとアップにしますね。こんな感じの文章になりましたよって。見えるかな、うん、こんな感じの文章にしました。とりあえずこの今の新しいね不正チャンネルの裏を貼って、こちらのユーザー5つチャンネル利用停止になっていますと。
著作権侵害により関連するチャンネルが停止しました。利用規約ではアカウント停止を回避する YouTube チャンネルの作成が禁止されています。VPN、海外サーバーを経由し利用することで IP アドレスなどをごまかし、不正に YouTube ライブを行っていますと。で、停止されたメインチャンネル、本当に最初のファースト、ナイトファーストの裏ですね、これ。で、ナイトのツイッターの裏る。これでいいんじゃないですかね。で、これで、送信と。まあ、ちょっと見切れてますけど。これでいいんじゃないでしょうか。危ない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 。危ない。気づいてよかった。動画編集中に気づいたわ。危な。すいません。今の新しい不正アカウント、不正チャンネル、ID か、ID じゃねえわ。まあ、ID だけど、URL 変わってましたわ。皆さん気をつけて、URL ね、気持ち悪い ID に変わってる。ほら、キスオンリーワンラブとか気持ち悪い ID に変わってますわ。そう。で、今から通報し直します。URL 違ったんで、ここに貼ってる URL 違ったんで。あとは同じ内容、さっきと。ちょっとさっき見づらかった人、これ見てください。スクショ撮るなり、スクリーンショット撮るなりして。まあ、こんな感じですね。こんな感じで通報するんで。じゃあ今度こそ。もう一丁。ちょっと見切れてるけど。今度こそ通報完了。これで通報完了ですね。まあ、再通報になりますけど。これでちょっと経ってから、Google、てか Gmail アドレスか、Gmail の方に、YouTube サポートから報告ありがとうございますって、今自動返信のメールですけど来るので、まあ、その進捗状況とかは確認できるようになります。まあ、これみんなで通報すれば、今の内容をみんなで通報すれば、まあいけるんじゃないのかなと思いますね。今300文字に抑えたんで、もう全く同じやり方すればいいと思います。皆さんもこれでいいと思います、多分。まあ、僕が正解とは言わないですけど、多分いけると思います。まあ、以上となります。ちょっと長くなってダラダラして申し訳ないです。よければチャンネル登録、高評価のね、よろしくお願いします。通知の方よろしくお願いします。で、下の概要欄、説明欄にね、ミュートサブチャンネル、Twitter、TikTok の URL ありますんで、登録、フォローの方よろしくお願いいたします。ミュートチャンネルのミュートでした。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、ゴシゴシ。